回、無事に山頂の怪物を討伐することができたウプ主たち。意気揚々と町に戻ったが公爵から驚くべき話を聞かされる。なんと町の教会がとある集団に襲われ、破壊されてしまったというのだ。その集団は吸血鬼集団で、とある場所に住み着いていることが分かった。敵の強大さから、ウプ主たちは一旦湖に生き主を討伐することに決めたが、果たして無事に討伐してクエストを完了することができるのか。ミークラ16話スタート。久しぶりに弟子ダコに来たね。ああ、相変わらずでっかい湖だぜ。主がどんな姿かポーション屋に知っているか聞けばよかったですね。霊夢のやつがさっさと出て行っちまうもんだから聞きそびれたぜ。お宝って聞いたらいても立ってもいられないのよ。おお、真っ暗だった水中が薬のおかげで明るい。これを飲まなきゃどこに何があるかさっぱりわからないぜ。あ、この前は散々な目に合わされた豆腐だ。別のやつだぜ。お返しです。クソ雑魚ね。なんかガーディアンに乗ってるスケルトンもいるんだけど。あのガラスで息ができるようにしているんだろうな。水中の敵には炎攻撃が効かないので厄介ですね。あいつらしめしめと思っているわよ。めしめし。ああ、沈没船だ。噂は本当だったのね。主より先に沈没船が見つかるとはな。この船の中にお宝が眠っていればラッキーですが、どうでしょうか。私の勘だと眠っているわ。沈没船の探索とかドキドキするね。お宝ちゃーん、どこかしらー。何の音だ。あいつ上に乗せてること忘れてるな。勝手にダメージ受けてくれてこっちとしては助かりますね。奥の部屋に進んでみよう。まだ何もないわね。お、ここからさらに下に行けるぜ。あれってチェストボックスだよね。ほんとだ。やっぱりお宝はあったのよ。一体何が入っているんでしょうね。新しい装備とか武器だったら嬉しいな。それじゃあ宝箱、オープン。え、アマンプスの位牌。なんかどこかで聞いたことがある気がしますが。きっと気のせいですね。気のせいじゃねえよ。こんなもの一体何に使うって言うのよ。おいおい、お前らすっかり忘れてるな。あの墓場にいた幽霊がこれを探していただろうが。ああ、そういえばそうだったね。すっかり幽霊のこと忘れていたわ。はい、これ消しゴムのカスかと思いましたよ。これをあの幽霊に渡せばきっと成仏してくれるだろうよ。それじゃあ早速町に戻って渡そう。あ、昼間でもちゃんといる。あの幽霊は昼夜関係なくいたんだな。ちゃんと消しゴムのカス持ってきましたよ。消しゴムのカス。聞かなかったことにしてくれ。はい、どうぞ。温かい。そうだ、思い出した。私の名はアマンブス。海難事故で溺れ死んだんだ。これで神の元へ旅立てる君たちの行く末に先を分からんことを。あ、何か置いていったわ。召喚の宝具だって、ウッドアーチャーさんみたいに棒立ちのやつじゃないといいですが。ブレイズかクリーパーを呼び出せるみたいね。MP 消費が大きいからもしかしたら強いのかもな。今度使ってみよう。それじゃあ次は主を見つけて討伐しよう。さっき沈没船から帰る時も主っぽい奴はいなかったんだよな。最初ガストがそうなんじゃないかって思ってたけど、一撃で倒せるし、あいつは違うわね。主ならもっと手強いはずですからね。さあみんなで主っぽい奴を探そう。おお、氷の魔法ってこんな風にも使えるのか。あのエルダーガーディアン、初めて泳いでいるのを見た。最初に湖に来た時に状態異常攻撃を食らいましたが、姿は見ていませんよね。こいつがもしかしたらこの湖の主なのかもしれないわ。その可能性は十分考えられるぜ。くぅー、またこの攻撃が。この凄まじい攻撃。こいつが主で間違いありません。状態異常食らっている上に水の中だと思うように動けねえ。近づいて攻撃しても相手はすぐ逃げるし、面倒ね。周りの敵もいっぱいいるから困るね。そしてうるせえ。少しずつ切ってダメージを与えていくしかないですね。まあ、俺が一体何をしたって言うんだ。あんた、漁師のおっさんにいつも迷惑かけてるでしょ。漁師だ。ああ、俺もストレスをぶつけてやってるぜ。だっは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 、船を奪ってやるのは最高に楽しいな。ってな感じでな。ぐっそムカつくな。そりゃあんたに毎度毎度あんなことされたら駆除したくなるわね。おやー、大内蹴り。うは、なんて攻撃してきやがる。それにしてもこいつ結構しぶといですね。ああ、何度も攻撃しているのにまだ倒れる気配を見せないぜ。ああ、薬の効果が。急いで予備の薬を。本当に薬を飲まなかったら何も見えねえな。ふう、ようやく見えるようになった。おやあ。やったあ、ついに主を倒した。ようやくか。大変な戦いでしたね。これが主を討伐したっていう証拠だね。
この牙をオフさんに渡せば報酬がもらえるわ。てかこの主、エメラルドブロック3つもくれたのかよ。また狩らない、帰るぞ。おじさん、討伐してきましたよ。これが証拠です。おう、これはまさしく主の牙。これで量の邪魔をされる心配もなくなった。ほら、少ないかもしれないが報酬だ。受け取ってくれ。エメラルド30個もくれたわ。主なんてブロックでくれたからかなり美味しいクエストだったね。クエストもだいぶクリアしたわね。ああ、いつの間にかこんなに達成していたんだな。この追跡のクエストの前にまだ未達成のクエストに挑戦しましょう。この、大掃除っていうクエストをやってみようか。サバの森にいる人さらい集団の多さを制限時間内に打ち取るって内容だな。敵が弱かったらいいけど。ただの人さらい集団ならそんなに心配しなくても大丈夫ですよ。よし、このクエストに挑戦だ。集団の多さはきっと一番奥にいるよね。はい、急いで奥へ進みましょう。ちょっと、今回は何やら急いでいるみたいね。ああ、人さらい集団の多さを制限時間以内に倒さねえといけないんだ。人さらい集団ですって。あのおっさんどもが人さらい集団ね。ああ、この世界はほんといろいろやべえ集団がいるもんだよな。ああ、先に続く道が閉まっちゃった。あのバリケードを壊さないと進めないみたいですね。おっさんどもがすごい襲いかかってくるわ。でも幸いすごい弱いからすぐに倒せるよ。この調子ならきっとボスも大したことないわ。よし、急いで先に進もう。大体なんで討伐するのに制限時間なんてあるのよ。ほんとですよね、急いでいたら人さらい集団と話もできませんよ。話がしたかったのかよ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてほい。制限時間が設けられていると焦るな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。